ちょっと前の話なんですけど、宮崎県の高千穂というところにある面白い電車に乗ってきたんですよ。高千穂っていうのはさとみもちょっと聞いたことありますね。 ある。実際はあの熊本の方からが近いんですけど、まあ、宮崎の観光地ですね。絶景が有名、あとはね神話で有名な場所なんですね。今日の話は高千穂アマテラス鉄道なんかゴスペル的とは言えない名前ですけど、ちょっと変わったネーミングですね。そうですね、もともとはね国鉄時代から宮崎の延岡と高千穂を結ぶ路線だったんですよ。国鉄民営化に伴って第三セクター高千穂鉄道になったんですね。サトピーの地元の長野県佐久市でもそうなんですよね、新幹線ができたことによって今まで JR だった路線が第三セクターになったんですよ。信濃鉄道というんですけど、そのね高千穂鉄道ですが、2005年に台風の被害が各方面で出たんですが、この時この路線の線路や鉄橋が流れたんですよ。復旧のために26億円が必要だと分かったんですが、その資金調達ができずに廃線になったんです。愛媛の動物の学校にはなんか100億円という税金が使われるのにですか、なんか納得できないですね。いやそれは俺も思ったよ。なんかそのなんかみたいな、そんな どこにお金使うの考えてくれよと、でもねその鉄道を残したいという情熱のある人たちがアマテラス鉄道というのを立ち上げて、保存のためまた復活を願って活動してるんですよ。おお、なんかそれ相当勇気もらいますね、でもどんな保存活動なんですか？残っている駅と線路を活用してトロッコ電車を走らせてるんですね。ディーゼルのスーパーカートなんですけど、東洋一の鉄橋と言われていた高さ105メーターの鉄橋まで高千穂駅から走らせてるんですよ。おお、すごいな。鉄道好きにはたまらないですね。そう、景色がすごいんですよね。地元の人の情熱と鉄道好きの支援で成り立ってますからね。夢を持ち続けて頑張る人を応援するのがこのゴスペルレディオステーションですよね。ゴスペルとは夢と希望と愛です。